時間は限られている。<music> こんにちは。お金の増やし方大全を書いたアッキーです。それでは今回は、限りある時間の使い方について解説していきます。 人類が最初にアフリカ大陸に登場したのは今から20万年以上前のことです。そして太陽の熱で地球上の生命が絶滅するのは今から10億年以上先の話と言われています。これを知ってあなたの人生は長いと言えますか 仮に80歳くらいまで生きるとして、あなたの人生はたった4000週間しかないです。そうであれば、時間をうまく使うことは人にとっての最重要課題です。人生とは時間の使い方そのものです。しかし、巷股に溢れる時間管理術は役に立たないです。 よく言われるのは、いかに少ない時間で大量のタスクをこなすかだったり、いかに毎朝早起きして規則正しく過ごすかだったりします。これらはもちろん大事ですが、それだけでは話にならないです。タイムマネジメントさえすれば、何でもこなせるというのは単なる幻想です。問題は、時間が限られているという事実にあります。日々の雑務を効率化するためのライフハックを学び、 タイムマネジメントの本を読むことは確かに大切ですしかしそれらを活用することでより多くの仕事をこなしてより多くの会議に出席しより多くの利益を会社にもたらしてもあなたのストレスは減らないです。 以前よりももっと忙しくもっと不安でもっと空虚な気分になるだけです。タイムマネジメントやライフハックの技術は大事な事実を見落としています。それは時間を思い通りにコントロールしようとすればするほど時間のコントロールが効かなくなるという事実です。手に負えない子供と同じで無理やり押さえつけてもうまくいかないです。生産性を上げれば上げるほどあなたはどんどん忙しくなります。 この生産性の罠から抜け出すためには時間をできるだけ有効に使う方法を学ぶことが必要です。この動画では人生が激変する時間術を8個解説していきます。この動画を見て時間の概念についてよく分かった、人生観が変わったという人はいいねやコメントをください。1個目、人生の全ては借り物の時間。スウェーデン出身の哲学者マーティン・ヘグルンドは次のように言いました。 もしも人生が永遠に続くと考えるなら 自分の命が貴重だとは思わないだろうし自分の時間を大切に使いたいという思いもなくなるはずだヘグルンドの言う通り永遠っていうのは死ぬほど退屈ですもし人生が永遠だったら今日何かをやる必要も全くないです今日やらなくても明日あさっても永遠に毎日は続いていきます確かに無限に比べれば人生が4000週間で終わるのは短く感じますししかそそもそも生まれ なかった場合に比べたら4000週間もあることはかなり恵まれたことですそれに気づかない人は自分の人生を当たり前のものだと考えています自分の人生はすべて自分の好きにできるものであって絶対に奪われてはならないと思い込んでしまいますしかし逆に考えてみてください無限にあったはずの時間を奪われるわけではなくそもそも時間が少しでもあること自体が奇跡的です 自分はたまたま生きているだけで、そこに必然的な法則っていうのは何もないです。すべてはただの偶然で、明日生きている保証もないです。このような視点を知ると、日々の暮らしは違って見えてきます。 道路の渋滞に巻き込まれたり子供が言うことを聞かなくてイライラしたりすることも体験できることが奇跡だと捉えてください。限りある時間の中で生きる人間はいつも厳しい選択を強いられます。人生の全ては借り物の時間です。あなたが何かをすると決めたなら必然的に他の重要なことを捨てることになります。すてをを詰め込みたいとと思う気持ちはかかりますが何かを選択できること自体が すでに奇跡です他にも価値のある何かを選べたかもしれないという事実こそが目の前の選択に意味を与えます失う不安の代わりに捨てる喜びを意識してください選べなかった選択肢を惜しむ必要はないです時間は限られている時間は有限であることを今一度理解してください2個目まずは自分の取り分を取っておく 例えば将来のために資産形成をする場合、給料を受け取ったら、まず自分の取り分を確保することが大切です。給料が入ってすぐに一部を貯金や投資に回せば、後でお金が足りないと感じなくて済みます。日々の買い物をするときも、まるで最初からその分がなかったかのようにやりくりができます。しかし多くの人は違います。 多くの人はまず買い物をして余ったら貯金をしようと考えます。そうすると月末にはお金がなくなっています。勝手に無駄遣いしたわけではなくてもコンビニでの買い物や飲み会など小さな出費が積み重なったからです。人は長期的な計画を立てるのが苦手です。今の時点で何かが必要だと思ってもそれは1週間後や1ヶ月後に見れば無駄だったということが少なくないです。長期的な優先 順位を事前に判断するのは ほとんど不可能だと思ってください。時間も同じです。まず自分の取り分を確保しないと、どんどん他のことに時間を使ってしまって、本当に大事なことができなくなります。余った分を投資しようと思っていても、絶対に余らないです。本当にやりたいことがあるなら、確実にそれをやり遂げるための唯一の方法は、今すぐにそれを実行することです。4, 週間間のうち少しでも時間を大事なことに使いたい なららまずはそれから始めるようにしてください3個目進行中の仕事を制限する限られた時間を有効に使う方法として最も魅力的なのは複数のプロジェクトを同時に進めることですあるプロジェクトが難しくなったりつまらなくなったりしたらそのたびに別のプロジェクトに切り替えますそうすれば表面的には物事をコントロールしていることになります しかし代償として大事なことっていうのはいつまで経っても終わらないです。より良いやり方は同時に進行する仕事の数を極限まで削ることです。進行中の仕事を3つまでに制限してください。最も重要な3つのことを選んだらそのうちの1つが完了するまで 他の仕事は一切やらないことを決めます。どれか一つ仕事が終われば空いた枠に別の仕事を入れても構わないです。このように進行中のタスクを制限するだけで効率よく仕事を進めることができます。ただし3つのタスクを選ぶときには他の全てを捨てる決断が必要です。この事実に向き合い、選んだタスクにじっくりと取り組むようにしてください。 4個目、優先度中のタスクを捨てるある優秀な投資家が自家用機のパイロットに優先順位のつけ方を教えたという逸話があります。パイロットは投資家にこう尋ねました。どうすればうまく人生の優先順位をつけられますかこれに対して投資家はこう言いました。人生でやりたいことのトップ25をリストアップし、それを最も重要なものから、 重要でないものへと順番に並べてみなさいそのうち上位の5つに時間を使うといいこう言いましたここまではよくあるアドバイスですがこの話には続きがありますその投資家は加えて残りの20項目は捨てなさいと言いました優先順位が中くらいのタスクは現実には邪魔になるだけですいつかやろうとは考えずにバッサリと切り捨てた方がいいですそれらは人生の中でさほど重要ではない ないにもかかわらず 重要なことから目をそらすくらい魅力的だからです例えばそこそこ面白い仕事やまあまあ楽しい友人関係などです切り捨てるには惜しく感じますがそのようなことこそ限られた人生の時間を食いつぶしている可能性がありますあなたも今日から中くらいの優先順位のタスクを切り捨てる努力をしてみてください5個目1日の困難は1日分でいい古代から多くの思想家が今ここにある 現在に注意を向けなさいとアドバイスししてきましたなぜなら今この瞬間だけが僕たちに関係のある唯一の時間だからです当然ですが過去は変えられず未来はどうなるかわからないですイエス・キリストは次のように言いました明日のことは心配してはなりません明日のことは明日が心配してくれます一日の困難は一日分あれば十分です 大切なのは何が起こっても気にしない生き方をすることです。これは悲しみや憐れみや怒りを感じてはいけないということではないです。この先悪いことが起こらないように努力することが無意味だと言っているのではないです。何が起こっても気にしない生き方とは未来が自分の思い通りになることを求めずに物事が期待通りに進むかどうかに一喜一憂しない生き方のことです。未来をコントロールしたいといとう執着を手 話してくださいそうすれば不安から解放されて本当に存在する唯一の瞬間を生きられますこれが今を生きるってことです少し哲学的な考え方にもなりますがやはり今を生きることは大切です是非意識してみてください6個目問題がある状態を楽しむ 忍耐や我慢という言葉にはネガティブな響きがありますやりたくないことを我慢してやるのは不愉快で自動的な態度に見えますしかし誰もが急いでいる社会では 急がずに時間をかけることのできる人が得をします。つまり忍耐は強みになります。日々の生活で忍耐力を発揮するにはコツがあります。それは問題がある状態を楽しむことです。僕たちは何か問題があると急いでそれを解決しようとします。その結果、目の前の具体的な問題だけでなく、問題があること自体が問題であると感じられて二重に苦しむことになります。何一つ問題が ない状態なんて現実にはありえないですなぜなら問題のない人生はやるべきことがなくて意味がないからですそもそも問題とは 自分が取り組むべき何かのことを指しますこの取り組むべきことが何もなくなったら人生は全く味気ないものになりますだからこそ全ての問題を解決するという達成不可能な目標を諦めてください人生とは一つ一つの問題に取り組んでそれぞれに必要な時間をかけるプロセスであることに気づいてください7個目小さな行動を着実に繰り返す 学者たちの執筆習慣を長年にわたって見てきた研究によると最も生産的で成功している人たちは1日のうち執筆に咲く時間が少ないという意外な事実が明らかになりました実際にはほんの少しの量を毎日必ず続けていました彼らが成果を急ぐことはないです たとえ1日の成果が少なくても毎日コツコツ取り組んでいけば長期的には大きな成果が出せると知っているからです1日の執筆時間は短ければ10分程度長くても4時間を超えることはなく週末は必ず休んでいました早く仕上げようとすると焦ることになって適切なペース配分ができなくなります適切なペースをつかむためのコツは1日に割り当てた時間が終わったらすぐに手を 止めて立ち上がることです。 たとえエネルギーが溢れていてもっとできると感じてもそれ以上はやらないようにしてくださいあるタスクに50分取り組むとしたら絶対に51分やってはいけないです途中で思い切ってやめることで忍耐の筋肉が鍛えられて何度も立ち向かうことができますその方が長期的に見ればずっと高い生産性を維持できます8個目人人人とと時間ををシェアするる々を悩ませる大きな問題は人との月 ですせっかく自分の時間を確保していても他人はいつでもありとあらゆる手段を使って時間を奪おうとしますでは人との付き合いに時間をかけない方が幸せなのかゴミ出しや掃除洗濯もやらない自分の好きなことだけをやっているこれが理想と考える人は時間の価値について誤解しています このような人は時間を通常の財として捉えています。つまり多ければ多いほど価値があるってことです。しかし実際時間っていうのはネットワーク財でもあります。それを使う人が増えれば増えるほど、その財から自分が得られる利益が増えるような財です。例えば電話は自分一人が持っていても意味がないです。 他のみんなが持っているからあなたの電話にも価値が生まれます SNS も同じです Facebook や Twitter で価値があるのは自分がいくつプロフィールを持っているかではないです他の人たちがプロフィールを持っていてお互いにつながった時に初めて価値が生まれます時間がないよりは時間があった方がいいと考えるのが自然ですしかし時間がいくらあったところで一人ぼっちでは意味がないです時間を意味のあることに使うため ためには友達と遊んだりデートをしたり子供を育てたりビジネスを立ち上げたりするなど他人と協力することが絶対に不可欠です生産性ばかりを追い求めるのではなくて人と共有する時間を大切にするようにしてください解説は以上です 人の平均寿命っていうのは短いです。しかしそれは絶望し続ける理由にはならないです。また限られた時間を有効に使わなくてはとパニックになる必要もないです。むしろ安心してください。到達不可能な理想をやっとしていることができます。効率的で 万能で傷つくことがない、完璧に自立した人間になることなど初めから無理だったと認めてください希望を捨てるからこそできることに時間を費やすことができます時間は限られているその現実を受け入れた上で自分にできることに今すぐに取り掛かってください今回の解説が学びになった面白かったという人はいいねやコメントをください本日もご覧いただきありがとうございます是非次の動画でお会いしましょう